여러분안녕하세요フリヤマサイキの韓流研究所所長のフリヤマサイキでございます。さあ、いつも経営エンタメラボをご覧の皆さんありがとうございます。今回も素敵な作品をご紹介してまいりたいと思います。早速ですが研究員をお招きいたしますが、今回初登場のこの方です。博報堂 DY ミュージック&ピクチャーズのアン・ソンミと申します。よろしくお願いいたします。アンさんよろしくお願いします。実は番組では初めてですけれども、初めてではないという、私は、はい、大変ご無沙汰しております。お世話になっております。よろしくお願いします。博報堂さんがドラマを手掛けるっていう話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、はい、初めてではないんですよね。そうですね、以前も扱ってはいたんですけど、はい、ちょっと久しぶりの、はい、ドラマのご紹介ということになります。久しぶりということで、はい、久々に手掛けたくなるような魅力的なドラマだと、はい、見つけてしまいました、はい、見つかっちゃいましたこちらが、はい、ということで今回の研究テーマ、つまり作品名をご紹介いただきます。はい、今回の研究テーマは魔女のゲームとなります。魔女のゲーム、これはどんなゲームが展開するんでしょうか。はい、巨大な悪に、よりまして引き裂かれたこの母親と娘のですね、はい、復讐を描くドロドロなドラマとなっております。しかもこれイルイルドラマですよね。イルイルなので本当に毎日長いボリュームで、はいはい、全119話。うわ長いですけれども、はい、でもこの長さで、深い人間関係も描かれるということでございます。はいはい、まあ、だけど今回出てらっしゃる方が何といってもその復讐劇の女王と言われてる、はい、チャンソヒさんと。そうですね、もはやもうチャンソヒさんが出てるんだったら見ようかなぐらいな勢いですもんね。そうですね、間違いないところはあるかと思います。はい、そうですよね、はい、こちらのドラマ早速予告編ご覧いただきましょう。ある陰謀により引き裂かれた母と娘、しかし真実を知った時、娘への深い愛と娘を奪った者への復讐の炎が燃え上がる。復讐劇の女王チャン・ソヒの演技は必見です。いやー、なんかこう母と娘のドロドロ劇っていうのはこれまでもいくつかあったと思うんですけれども、はい、なんかよりこう濃そうですね。濃いですね。なんと魔女です、ね、魔女ですので、はい、どのあたりが魔女なのかということで早速、はい、ドラマ魔女のゲーム取扱説明書取説ご紹介していきたいと思います。どなたにでも、分かっていただける魔女のゲームの魅力をご紹介していただこうとハンさんにお願いしたいんですけれども、はいはい、まずは準備ページといたしまして、研究員オリジナルキャッチコピーから発表していただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、キャッチコピーはですね、韓国視聴者を虜にしたマクちゃんドラマの極み愛憎劇の全ての要素が詰まった極上のイルイルドラマとなっております。すごいですね、はい、愛憎劇の要素がもう全て凝縮されている、はい、そうなんですよ。まあ、どのあたりですかそれは。皆さん愛憎劇たくさんご覧いただいて、はい、いただいている方が多いかと思うんですけれども、はい、パッとやっぱ浮かぶキーワードってありませんか、愛憎劇で。そうですね、まあ、憎しみ、そうですね、復讐、そしてとにかく毎は毎は誰かがいなくなる、はい、そうなんです本当に古谷さんおっしゃるようなキーワードが、はい、たくさん出てきまして、私たちざっと数えてみて28個ぐらい出てきます、はい、あ、もうざっと数えられたんですね。はい、28個、はい、ちょっとお伝えすると、例えば実の娘とか、あ、おじいんとかあとはブレーキ事故とか、はい、おっとっと、ちょっと待って、もうこれ以上は言ってしまう。なんかそう既視感も結構ありますけれども、でも見せ方がちょっと違ってるような気がしますけども、なんかこういろんなパターンがね、はい、いやすごいで、28個、はい、もう4話に1度はあれみたいな、そんな感じでしょうか。すごいな、はい、まあ、それだけですね、復讐劇がまさにこう魅力が凝縮された作品と言えるかもしれませんが、じゃあどんなキャラクターが登場するのかご紹介いただきたいと思います。はい、はい、こちら今日お持ちしたんですけども、ありがとうございます。いえいえ、チャン・ソヒさんですね、演じられるソル・ユギョンさん、こちら、はい、チョナグループというあの秘書を
担当されてらっしゃいます。グループの秘書、はい、そうなんです、はい、でこちらのマーヒョンドという女性がそのチョナグループの会長もうお顔からちょっとね、なんかしそうですね、もうすでに。そうなんですよ。はあ、でも対立するんだ。そうなんです。で、会長を務めているんですけれども、このチョナグループの秘書としてソフトルユヨンさんが、務められてるんですけども、はい、目の前で自分の娘を失ってしまうんですね。目の前で、はい。あの火事で。あらま。ある時に失ってしまいまして、はい、その悲しみに明け暮れているところですね、あの手紙が届きます。はい。あなたの娘は実は生きていますと。はい。はい、火事で失ったはずの娘が生きていると手紙が来る。はいはい、それで、実の、娘探しというところを始めるんですけども、この実はチョナグループですね、はい、このグループで孤児院を援助をしているんですね、はいはいはい、なのでそこにいる子どもたちを、はい、ずっと探して回るんですけども、実はやっぱり自分の娘にの何でしょう、面影が、はい、見える女の子がいて、うん、はい、その女の子たちが隠れて DNA 鑑定をするんです。ですると隠れてやってたはずが実はそれをマーヒョンドクが知ってしまいまして、まあグループで援助してますからね、はい、で知ってしまって、はい、本当の実の娘はこちらのチョンヘス、ヘスなんですけれども、実はこのヒョンドクはセヨンを実の娘として DNA 鑑定の結果を詐称、差し替えるんです。ほほ。でそこから、ユギョンは、セヨンが実の娘と思いながらも、うん、過ごすんですけども、疑いはないんですか。ちょいちょいあるんです。ありますよね、絶対ね、はいはい、ただやっぱりその DNA 鑑定の結果がこうだったので、はい、で次はやっぱ立って結構大人になってるんですね。ヘスはヘスで、はい、結構明るくやっぱ前向きな性格持っていて、はい、このカンジホっていう、はい、敏腕刑事と、はい、結婚して娘を設けると設けています。で、あ、ごめんなさい、で実際の結婚っていうのはまだしていなくてですね、はい、結婚をちょっと後回しにしていたっていうような、はい、まあ事実婚みたいな、ね、はいはい、なるんですけども、でこの一方ジュセヨンはですね、このチョナグループのデザイン部みたいなところで働くんですけども、はい、なんといってもここの2人を見ると彼女は欲しくなってしまうんですよ。欲しくなってしまう、はい、あの漢字法、漢字法、あ、実はこちらユイナという、マー会長の孫と婚約していたにもかかわらず欲しくなってしまう。で、まあはい、この会長の孫と、はい、孫、はい、その対立しているユギョンの、まあ、実の娘じゃないけれども DNA 鑑定で実の娘になった子が婚約するんですか。そうなんですよ。へー、仲悪いのに。ここはまだ仲はいいんです。あ、まだ仲がいい。で全てが分かってからの対立になると。そうです、ユギョンとヘスの復讐が。なるほど、なる。ちょっと待ってください、はい、今何話あたりですか。この娘が、復讐一緒にお母さんとし始めるのは119話の中でどのあたりなんですか。全然冒頭なんです。今の話がほぼ前半で、まだ4話ぐらい。うわ、すごいですね。じゃあ復讐始まって115話ぐらいあるんですか。 なのでもうがっつり復習は皆さん楽しんでいただける。今僕20話ぐらいいったのかと思ったけど今ので4話ぐらいですか。すごい展開、早いですね、はい、すごい早いです。はあ、まあ、はい、ここからいろんな人物が当然出てくるでしょうし、そうですね、ただこれが最終的にどうなるのかって話ですよね。そうなんですよ、うん、なのでもう三角関係ではなく四角関係になっていきますし、もう一旦ヘスは全てを失ったところからのスタートとなりますので。なるほど、はい、全てを失うということはこの辺りがどうなるのかっていう話ですよね。いやいや、そして再婚、実はですね、今回このマーヒョンドクが、ユギョンの、娘をその最初殺してしまったという話をしたんですけども、はいはいはい、
それが、このチュ・ボンソクっていうこの人と結婚させたがために娘を亡くしたんですね。と、はい、いうのも娘がいるから再婚は考えられないって言っていた遊戯王に対して、はいはい、娘がいなくなればここと結婚してくれるだろうということで娘を。はい、それもまたひどいですけども、これもこれもとんでもないですね。そうなんですよ。要はもう自分のなんでしょう、このマヒョンドクからしたら自分のこう手下じゃないですけど、はいはい、そういうのにしたいということで。へえ、もうもうこの人のとにかくやりたい放題を何としても食い止めるっていうことですね。はい、そうですね。全ての犯人だと思います。全ての犯人がここにいます。この人なんです。すごくよくわかりました。はい、はい、さあそんな人物相関図を見せていただいたところで、ここからはですね、トリセツのいろいろな機能紹介ページと題しまして、一つ選んで発表していただきたいと思いますが、何を選んでいただきましたか。はい、はい、今回はですね、最新ハイテク機能来ました、はい、ピピピピピです。はい、他にない特別な要素、はい、魅力をご紹介いただくということでございますが、さあどんな要素があるんでしょうか。はい、先ほどお伝えしましたソルユギョンさん演じられるチャンソヒさんですね。はい、新しいチャンソヒさんをご覧いただけます。新しいチャンソヒさん、はい、まあでも復讐劇っていうとなんとなくこうパターン的なものは見えてくると思うんですけど、どのあたりが新しいですか。チャンソヒさんと言いますと、これまでその妻の誘惑とかですと、はい、例えば夫と愛人に捨てられた女性っていうところ、その復讐をするっていうか、はい、女性像描かれてましたし、まあ、人魚姫ですとその自分を捨てた父親に、ね、復讐するっていうような、人物像だったと思うんですけども、今回は母性がベースにある復讐ということで、まあ、あの娘に対する愛がやっぱりベースにあると復讐の形ってちょっと変わってくるんだなっていうか、なるほど、はい、同じ復讐マクちゃんであっても、はい、やっぱり母と娘、これがまた息子だと全然違うんですよ ね、 韓国の場合っていうのは、はいはい、特にあの母と娘のこの結びつきの強さっていうのは、うん、お友達っぽいところもあるし、うん、欠かせない相棒でもあるし、うん、なんといっても血のつながった家族でもあるって、すごいなんかいろんな要素があるんですよ ね、 そうですね、母と娘って、はい、それを、まあ、演技で見せてくれると、はい、なるほど。あの復讐してる時のこの眼差しと娘を見る時の眼差し、はい、この演技のギャップっていうところもすごく楽しんでいる。なるほどね。だからもうその娘に対する愛情があるからこその復讐につながっていくという説得力になると、はい、いうことですね。他にありますか。あとはですね、はい、この財閥グループの秘書だったっていう話だったんですけども、はい、実は頂点までに上り詰めます。ちょっと待ってください。それは秘書としての頂点ですか、はい、それともなんか経営者としてっていうことですか、会社の。言わない方がいいです。ごめんなさい、頂点に上り詰めるのっていうのはそれ最終話あたりですか。あ、全然です。まだあの前半ぐらい。本当ですか。中盤ぐらいですかね。中盤、はいはい、まだまだ。そうですか、はい、あ、じゃあその先もまだあるんです、ね、その先もまだあるけれども、はい、とりあえず中盤ぐらいにある頂点に行く、はい、そのこう上り詰めていくところの爽快感がすごい感じ、はい、あ、爽快感達成感というもので、はい、気持ちを、まあ、代理満足じゃないけど、はい、見てる人にはその気持ちをあの分かって楽しんでいただけると、はい、そうですね、 いやすごいな、このいるいるのマクちゃんってすごいですね、本当ね、改めて感じますけども、はい、このあたりは、まあ、他にない要素じゃないかと、はい、いうことですね、はい、まあ、とにかくチャンソヒさんの新しい魅力を見ていただける作品になっているということですので、うん、ぜひご覧いただきたいと思いますが、さあそれでは最後にですね、アンさんにドラマ魔女のゲーム注意ポイントですね、これをちょっとご紹介いただきたいんですけども、注意事項はですね、ながらみは禁物です。ながらみは禁物、はいはい、それは展開が早すぎるから。早すぎます。まあ今話聞いてるだけですごい早いなと思いますけれども、
一瞬のうちにいろんな出来事が起きる。そうなんです。これいるいるって1話何分でしたっけ？30分です。あ、そっか、はい、30分だもんな。あっという間ですよね。とにかく長らみは厳禁ということでございますので、はい、30分集中してご覧いただきたいと思います、はい、体力万全に、はい、119話です、はい、さあこちらの、魔女のゲームなんですが、現在 KNTV で毎週水曜日午後8時から放送中なんですけれども、4話連続なんですね、はい、うわーすごいなー。まあでももともとカンドラの、まあ、週末ドラマとかだったら軽く60分超えますしね。そうですね。うん、ということで4話連続で119話でございます。ぜひご覧いただきたいと思います。はい、さあそして今回プレゼントございます。好評のコッカさんの、よくできたタンブラーです、はい、高いです。こちら、オリジナルロゴ入りのプレゼントです。2名様にプレゼントいたしますので、ご希望の方は今日の動画をコメント欄のところに感想を記してプレゼント希望と書いてご応募ください。たくさんのご参加をお待ちしております。はい、さてアンさん、今日は初めてのご出演になりましたけど、いかがでしたでしょうか？とても楽しく参加させていただきました。ありがとうございます。よかったです。ちなみに、はい、魔女はどのあたりが魔女なんですか？もう出てくる女性たちある意味全員魔女だと思います。あ、それこそ、はい、そのユーギョンも魔女だと、はい、あ、子供たちも。そうですね。へえ。あとすごい韓国で書かれてたのがマーヒョンドクのマ、はい、に女、はい、結構韓国でニョーじゃないですか。マニョー、それでもって言ってる人もいました。またいろんな分析しますね韓国の方分析大好きですからねファンの方って。はは、なるほど、そういう意味にも捉えるということですね、はい、そんな魔女たちが繰り広げるゲームに思いっきり119話ハマっていただきたいと思います。ということでアンさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ケンタメラボはまた次回もお楽しみに。